さあ、ボールは全部でいくつでしょうか。ってこれ難しい。簡単見て。本当に？あんたいくつだ？24。あんたもう24歳。違うよ。え？あんたいくつよ？違う。カズ。カズはいくつ？24。24見た方がいい。24やめたいん。小島さん。17? 17? 見方したいんだけどさ、17って言うとちょっと少なすぎんじゃない？じゃあ行くよ、3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、24じゃない、やっぱり。いや、僕は24言ったんだよ。24、僕言ったよ。あんた17って言わなかった？24って言った年じゃなくて、数のことを24と言いました。僕だって24って言ったでしょ。言ってないか。先はこっちが言いました。誰が？じゃあ17って言った人で、誰だ17って言った人。あんたじゃない？違うよ、17言ってない。ほんと？僕すぐ忘れちゃうのよ。最近危ねえんだよな。あんたは、なんて名前だった？夏目製薬。行こうかね、感じわからんねん。夏目製薬。よし。そこでお金を持ってきたのよ、先生。1000円。これ1000円よ。まあ、1000円やめるか。10円。10円2枚でいくら？20円。おお、素晴らしい。お金持ちになる。20円と1円で。21円。何？21円。じゃあまた10円持ってきた、全部で31円。何？31円。うわ、100円出てきた。ねえ小山さん、131円。こっち見てなさいよ、ちゃんと。131円。これはもう全然ね、菅原さんができるのよ。あの人お金持ちなんだよ。じゃあこうしたら131円。おお、じゃあこれ分かるか。1000円が2枚。これでいくら？1000円が2枚だろ。2万。ちょっと違う、1000円が2枚だからね。2000。何だって？2000。先生って言うのよ。なんで？先生になっちゃうよ。だから先生になっちゃう。先生言ってごらん。先生。みんなもっと可愛い、あの昔のさ、あの清らかな心を思い出しながらやれ。いいな。だんだん小学校入るとね、憎たらしい顔になってくるのよ。こういうでね、ここにシワが入ってくるの。小山さん、シワ入った？まだ入ってないんで。森田君は入ってない？入ってない。いや、大人になってみんな入ってくるのよ。これ大人のシワ。ママ入ってないよ。子育て苦労するとね、こういうシワ入ってくるのよ。な？入ってこねえ。え？先生言ってな。先生。なーに？どうぞ。菅原さん、なーに？かわいいわね、先生、先生って思わず不正愛が湧いてくるわ。先生、なに、なに、だからだから、なにって聞いてるじゃん。全然、全然どうでもいい。全然どうでもいい。2000、全然、全然どうでもいいだろ。憎たらしいね。2000。じゃあ1000円が3枚でいくら？何？3000。それじゃあそれに100円入れると3100円。何だって？3100円。何だって？3100円。後ろの人声聞こえないんだよな。何だって？3100円。円つけちゃうの？じゃあもうまたね、100円が増えました。これで3200円。何？3200円。何？3200円。小山さんの声聞こえないもん。何だって？3200に10がくっついたの。こうすると3210円。あんた下手じゃない。なんだって？3210円。また10円減りました。そうすると3220円。20円だな。また10円減りました。こうすると3230円。そうしたらまた1円増えたのよ。これが難しい。あんたチャンプだ今日。みんな手叩いたね。素晴らしいじゃん。あの人ね、お金のこと全部知ってる。これからもうお金の問題はね、
全部あの人に聞くことにした。これどっちがね広いか分かるか。下、下、どっちが広い。これ赤の方が多いです。でもさ、こう指で測ったってこっちの方が大きいよ。青、青は数えてみるとさ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15しかないよ。こっちの方が赤の方が多いです。多い。じゃあ僕が言ったのは多いじゃなくて、どっちが広いかって聞いてる。広いのは下です。こっちが広い。本当？だってさ、マネってこう置いてみてもさ、こっちの方がね、幅はね、縦の幅はね、ここまでしかないの。こっちはもっとあるしさ、横だってこっちの方が多いんじゃないの。これ広いんじゃ、大きい、長いんじゃないの。この困るのはね、こういう場合は、ね、多いから広いってことにならないんだよな。どうしてかというと、こっちは小さいでしょ、一マスが。こっちは一マス大きいでしょ。この場合は数でわからないんだよね。こういうのはインチキだね。これはちょっとまずいんだよな。で、ちょっとこれはじゃあね、何の広さかわかる？これ何の広さ？え？これ9の広さよ。小山さん、お尻かゆいんでしょ、あんた。じらしたい、ちょっと。なんで何もじもじしてんの、あんたは。1、2って言ってごらん。いいか？行くぞ。お尻かゆい人はこうやって動くのよ。1,2,3,3、はい。ママのおっぱい飲んでしょ。1ムジムジ、2ムジムジってやればいいの。いいね。ママのおっぱい飲んでない人は、1,2,3っていくんだ。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9。おお、間違いなかった。9の広さ。9の広さ。じゃあこれは何の広さかわかりますか？ 10。何だって？じゃあいくよ、3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。これは何の広さか数えないと分からないな。20。素晴らしい、20だこれ。よかった。20でいいのよ、人生そんなにね。もうガチガチできたってしゃれんだよ。もう見てみろ、この間違いだらけの街をな。まあ20だよ。いくぞ、3、はい。ほら、20やるの。味方、わかるか。20、いってごらん。20。よかった、お前。100。なんだって。100もない、これは。30。ちょっと待て。50、60、60、70、80、90。そんなんないって、これは。20、20、20。これはちょっと味方できない。100なんて、もうちょっと見比べなんて、もうまあ多すぎるでしょうか。24。何？24。何？24。伊藤さん24言ったよ。数えてみるよ、3、はい。素晴らしい。みんな手叩いてあげてよ。だいだい100だなんて言ってた。水はほっぺたに、ほっぺたに。いいな。じゃあ問題、うさぎさんのお父さんとうさぎさんのお母さん結婚しました。 1+1 はいくつですか？教えてくれる人。はい、伊藤さん。2。残念、子供2人生まれた。